すいません遅れてしまい、おはようございます。え、早っもういるの、超楽しみ、楽しみだね。え、早っ。みんな早いね。確かにオタクは早いね。宅の朝は早い。みんな早い。おはようございます。まあね、まあそういう人はいると思います。ああ、そっか。新潟に向かってんのそうなんだ。朝ごはん食べてきます。いってらっしゃい。今列に並んだ。そうなんだ。じゃあ結構さ、朝になんかあ、そうだよね、なんか今日発表あるんだよね。1時15分だっけな。ちょっと私もその内容知らなくて、だからちょっと私もドキドキしてる。みんなもドキドキしてるよね。ドキドキしない？なんかめっちゃ気になるよね。何の発表なんだろう。ね、いい発表だといいんだけど、私も。なんだろう。夜しか寝れなかった眠れなかった。ねえ、どうしましょうか。でもさ、みんなさ期待してるからさ、発表に期待してくださってるから、もし4期生公演だとしても、なんか1期生推しの方とかさ、なんかがっかりしないわー、興味ないとか思わないかな。なんかこんな楽しみにしてたのに、なんか4期生公演の発表っていうのと、あ、それだけかよみたいな。ないかな違うって。もうごめんなさい、ごめんなさい、今テロップに怒ってました。
んでくれる。でもなんか全体のことで発表してほしいんだよね。え、なにこれ、やば。ありがとう。痛い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 。おはようございます。なるほどね、パーティー公演は飽きたんですね。でも私パーティーしたい実は。はい、決めました。髪型はだいたい、まあだけど言いません、内緒しょしょ。パーティー、ね、私もスカヒラ踊りたい。そんなに嫌なんですね。確かに。っていうかさ、やるそのやる曲によってさ、メンバーが違うから違く見えるよね。確かに確かに。フレッシュズとか変わるし。どういうこと？やだよそんな発表。だね、ちゃんとした発表であってほしいけど。なんだろうな、何の発表なんだろう。本当に私わかんないから、マジでみんなと一緒。わからない状態なんですよ。どういうことやねん。やだよ、みんなの前で発表されるのめっちゃ嫌なんだけど、それ真剣。あ、絶対そんなんじゃないと思っておりますけど。
ツアーします。なるほどね。なんだろうね、決まりました。いや、何もドッキリしか来てないです。はい、と私は6部から長さ結構薄いんだよね。あ、本当？えらいじゃん、ちゃんと健太にして、お姉ちゃん喜ぶよ。おはようございます。星だ、綺麗。まあまずそもそもないですね。はい、CM とかそういうのに出演できるの。出演って言っちゃうんだけど、やだ。出演。よ、ケンタッキーにしない？って絶対無理。リブが好き。ああ、いたなんか言って。いた。これなんか敵も敵とかもめっちゃ痛いんだけど、痛いでもなんか若干赤くなってんの分かる。痛いんだけど、ちょっと鏡ないかな。あった。あー、全部の人に落ちろーす。ごめん。なんか痛いですね。はい。新潟限定ならいいで。
35分まで配信します。そう、なんか眉毛が痛くてさ、こっちの眉毛が痛い。剃ってる？カミソリ？悪いのかな。あ、そう、それ聞きたかった。今どれくらい人いるんですか？ハイブどのぐらい人いるんだろう。トメートーハイブ、姉ちゃんファイブじゃないよ、ハイブだよ。何ファイブって、ハイブでしょ。ていうか私言ったよ、つけたしでハイブって。30人。ああなるほどね。ありがとうございます。鼻かゆ。姉ちゃん5だって。5。並んでるんじゃないの？ねえ。ファイブ長そうか。面白いんだけど。おもろ。なんだよ。ちょっとかっこよくなっちゃった。なんかファイブ長岡。確かに長岡のさ、なんかそういう戦隊ありそうだね。ファイブ長岡。おもろいよ姉ちゃん、本当に。おはようございます。でもよくファイブってつけるよね。何色がいいんだろう。でもさ、なんか女の子って大体ピンクとか黄色じゃないですか。青ってなかなかいないじ
ああ、なるほど。水色？水色か。じゃあ水色とブルーを混ぜた感じ。どんな色なんだ？パステルか。シルバー？何それ？シルバーって女の子見たことないけど。すげえ。強そう。青い色はね、ありません。で、やっぱ姉ちゃんいけないんだ。鏡をドクシドクシしてました。叩いてたって言って。お姉ちゃん昨日4時半まで起きてたんだって。やばいよね、本当にさ。どんぐらいまで起きてたんだよって話。4時半はさすがにね、ないよね。だって4時半なんかもう大体朝じゃんね。何起きててんで言うって話。私力見てたじゃない。でもなさいだにゃんとったもう。だから1階のリビングで寝てたんかよ。ちゃんとセペットに寝なさいって。本当にもう。みっともない。ねえ、朝だよね。パーティーピーポー。でも姉ちゃんってよく寝落ちするんですよね。本当にお姉ちゃんって本当にめっちゃ寝るから、いつもどこでもすぐなんか寝落ちするんですよね。人スマホ見ながら寝落ち、もうよくないよね。寝落ちってさ、よくないんですよ。けんさん、ありがとうございます。おはようございます。
当ですか？私のボイスがまさかあのみんなの睡魔になってるとか。あなたはだんだん眠くなあ、そうなんだね、よかった。あ、そうなんだ、逆ね。じゃあみんなに、みんなが起きるようなことをすればいいんだね。大声で喋ったり、うわーっとか。バーッとかフィーって言ったら起きる。すいませんでした。イヤホンしてる人いるの？それは耳が痛くなるね。あと3分、了解ってことで大丈夫、見ます。冗談冗談。へえ、そうなんだ。耳がよ。13位、チョコレモンさんありがとうございます。12位、いのっちさんありがとう。わおわお、12位から変わりましたね。12位、くんちゃんありがとうございます。11位、おとぴやさんありがとうございます。10位、村上さとしさんありがとうございます。9位、じいさんありがとうございます。8位、びっくらぼこさんありがとうございます。7位、いちおるさんありがとうございます。6位、五代ゆうさくさんありがとうございます。5位、まこせさんありがとうございます。4位、x メンさんありがとうございます。3位リウマさんありがとうございます。2位、名古屋の山っぴさんありがとうございます。そして1位、竹蔵さんありがとうございます。ありがとうございました。助見さんありがとう、ありがとうございます。今日楽しみましょう。おしゃべり会待ってるよ。またね。あとね、I love you。バイバーイ。